そうしますと、本日は、まあ、私とですね、教科部長の吉野、それから、まあ、監督の高木の方3名で、ご対応させていただきます。私の方からは全体を振り返らせていただいて、チームやまあ、日々の選手の部分に関しては吉野、高木の方から、ご説明というかお話しさせていただけたらと思います。資料に沿って進めさせていただきます。2019年の統括、まず、トップチームの戦績ですけれども、コンセプトの方は鍛え、育て、戦い、勝つと、これは数シーズンにわたって、コンセプトで掲げております。目標はですね、J3 優勝、勝ち点60ということを掲げて、戦ってまいりました。結果が、14勝8分け12敗の勝ち点50、結果7位ということになりました。得点数に関しては18チーム16位、失点数に関してが18チーム16位ということになっております。トピックとしましては、まあ、高木の方が J3 の月間優秀監督賞というのを7月と10月に2度受賞させていただきました。それから選手の方で月間 MVP ということで、フェルと林正道、この2名が受賞しました。8月の月間ベストゴール賞というところで、林正道が、これ FC 東京戦のゴールと思いますけれども、受賞しております。細かくは吉野、高木の方に譲ります。集客の方、観客動員数ですけれども、2019シーズン、37,889名の皆さんに、試合会場にお越しいただきました。平均来場者数が2,229名、昨年比 83% ということで、昨年に比べて減少、平均あたりでいうと428名の減となっております。1試合の最高は4,011名、他チームの様子を見ますと、1位が優勝された北九州さんが6,049名、2位の熊本さんが5,500名ということになっております。最近のシーズンを比較してみますと、J3 に降格しました2014年が、まあ、3000人台、その後15、16、17と2000人を切る集客でございましたが、昨年ですね、まあ、いろいろ手立てを打ちまして2657名と、まあ、飛躍的な伸びを見せて回復したんです、が、今年もこれを上回るということで、いろいろ努力しましたが、それには及ばなかったということになっております。会員数は、ガイナーレグリーンクラブ3901名の方に、ご入会いただきました。この会員数はですね、最盛期は6000名 J2 の時ですけれども、まあ、超えておりまして、微減微減が続いております。ですので、なんとかこれはもう少し増やしていきたいなという振り返りをしております。ホームダウン活動に移ります。復活公園遊びですとか、ガイナマン体操、それからサッカーごっこなど、いろいろなアクティビティでですね、もうこれはもう十数年来実施しておりますが、2019シーズンが実施回数299回、東部エリア133回、中部43回、西部122回という実施回数で、延べ参加人数が 15,622名の、まあ、子どもたち中心に、参加していただきました。これは11月30日現在の数字でございますので、まあ、12月1月も実施の予定がありますので、もう少し、増えるかなと思っております。これは本当にクラブが、まあ、大切にしている、活動でして、J リーグ全体としてもですね、一昨年から社連、社会連携活動というコンセプトで、我々に限らず J リーグの本当に全てのクラブが、まあ、地域活動ということを実施してきております。頻度内容ともにですね、まあ、他のプロスポーツに見られない、まあ、プロサッカーの特徴になっておりますので、こういうものを積極的に情報発信して、まあ、世の中の皆さんに伝えていこうという活動を、まあ、シャレンと呼んでですね、今一生懸命力を入れているところです。で、その中の本当に
ずいぶん前からコツコツと地道に、そういう活動をやっているということで、私どもの活動は、まあ、大きな、まあ、評価をいただいているというような実情でございます。それ以外でですね、地元の皆さん、まあ、経済界の皆さん、自治体の皆さん、さまざま教育界の皆さんと一緒になってですね、食の都ベストイレブンということで、これはまあ GM の岡野が旗振り役になって、チーム戦力強化を歌ってですね、地元の名産品をご支援の代わりに全国にオープンするという活動を今年も、まあ、今まさに、冬バージョンで、実施中でございますが、これも本当にクラブのキャラクターを作るですね、特色ある活動になっておりまして、これも今年2回開催させていただきました。それから、まあ、今日この会場であります、まあ、中部野人スタジアムでございますが、まあ、日々はトップチームのトレーニング、アカデミーの練習を活用しており、まあ、年間で2回程度公式戦、それから育成マッチデーですね、を開催しておりますが、その他グランドゴルフですとか、グランドゴルフは月に6回ぐらいは、まあ、1回あたり300人、400人、多い時は800人ぐらい参加していただいてまして、スタジアムの利用を年間3万人以上という実績になっております。で、合わせてこれもちょっと特徴のある活動ですが、まあ、地域課題解決型の事業、クラブの掲げております SC 鳥取100年構想、その中の地域社会の一員としてお役に立つと、お役に立ちたいという部分で、サッカーとは、まあ、縁がないわけではないですけど、ボールを使った活動ではないですが、芝生を地域の休耕農地を生かしてですね、生産して、緑を増やしていこうという活動を行っております。今年は八頭町の、まあ、うちのスポンサーさんでもあります大江の里自然牧場さんと一緒になってですね、八頭町の、まあ、廃村になった小学校の跡地、大江小学校と言うんですけども、そこを大江の里自然牧場さんが、まあ、素敵な宿泊施設に、改築されてですね、営業されるということで、そこの、まあ、グランドですね、小学校の施設です、そこに芝生を納めていただいて、納めさせていただいて、まあ、選手も含め、ボランティアの皆さんで施工してですね、緑地を増やす。合わせて、これは実行委員会形式で行ったんですけども、トライアスロンの関係者の皆さんを中心に、設立された会計トライアスロン40周年の記念の実行委員会に、SC 鳥取としても参加させていただいて、先日ですね、会計のプレーパーク、トライアスロンのトランジッションエリアになっているところに、芝生の広場をということで、芝生を納めさせていただきましたのと、まあ、うちのアカデミーの選手も含めボランティアのみんなでですね、施工の方を行ったと、そういう芝生を中心とした具体的な活動が3年前からやっておりますけれども、まあ、広がりを見せてきているところでございます。サッカースクールの方、アカデミーの方に移ります。スクール生は347名ということで、前シーズンに比較して20名の増、子どもたちが、まあ、数が減っているという中でございますが、スクール生は、増えてきておりまして、過去最高が348名でしたので、まあ、それと並んでいる数字、まあ、1名少ないですけど、そのような数字になっております。東部地区で2カ所、中部地区で1カ所、西部地区の2カ所の計5カ所、全県エリアでサッカースクールを開催させております。開催しております。大人のサッカースクールなども好評いただいておりまして、試合の前座なので、まあ、バードスタジアムにですね、綺麗なピッチに、皆さんに楽しんでいただくことなどを行っております。ユースチームガイナーレ鳥取の U18 ですけれども、中国地区の予選、日本クラブユースサッカー選手権の予選を突破しまして、全国大会に、出場いたしました。一番メインの活動にしております、まあ、県リーグ、それからプリンス中国リーグ、この辺りのリーグ戦ですけれども、まさに明日明後日、広島の方に出かけてですね、プリンスリーグ昇格の戦いを控えております。なんとかプリンスリーグに戻れるといいなということで、頑張っておりますが、一番はユース選手がですね、トップチームで活躍できるように育成するということで、
今年はまあリーグ戦中序盤にですね非常に怪我人が続出してですね、まあ、監督も大変困ったと思うんですけれども、その中で、西登録、要は高校年代でありながらトップ登録という制度がございますので、その中で、まあ、出場した石上翔馬選手、南部町出身の子ですけれども、まあ、彼が逆転の決勝ゴールを決めて勝つとかですね、こういう具体的なことも出てまいりましたし、それから、坂本圭選手、彼は鳥取市出身のディフェンダーですけれども、来シーズントップチームに、昇格することが、まあ、決まっております。アンダー15ですね、そのユース活動のさらに下支えをするユースチームですが、まあ、結果はなかなか伴ってないんですけれども、総勢60人ぐらいで、日々活動しておりまして、トップチームのコーチを務めてます、まあ、木下ですとか、まあ、高木もですけれども、トップチームのコーチングスタッフもですね、アカデミーの練習に顔を出して、アカデミーのコーチングスタッフと共に選手の育成を、やはりまあ、大人になってから覚えられることもたくさんございますが、若い年代のうちにやはり吸収力の高いうちに、適切な指導を行うというのは非常に大切なことでございますので、鍛え育て戦い勝つという、まあ、トップチームのコンセプトだけではなくてですね、強化と育成を融合した形で、今シーズンも、まあ、育成活動を行ってまいりました。一応部門ごとに振り返りをさせていただきましたが、まあ、社長と代表としましては、まず本当にワンシーズン、各チームがですね、全国に散らばってチーム数も増えてきておりますし、過酷な競争がになるなという中で、シーズンに臨みました。本当に本当に今年はもうなんていうんですかね、山あり谷ありというか、ドキドキワクワクもありましたし、本当にハラハラヒリヒリすることもございました。シーズンの序盤はですね、まあ、私が見てても本当にちょっと選手の頭数が足らないなぐらいな怪我人が出てですね、ただその中でもうなんとか踏みとどまってですね、もう3連敗4連敗してしまうと、まあ、シーズンが終わってしまうような危機も感じましたが、まあ、なんとか連敗を最小にとどめてですね、で中盤の、まあ、5連勝と、まあ、選手が復帰してきたのもありますけれども、まあ、本領発揮という部分、5連勝は過去 J のステージでは初めてでございましたので、やっぱりその連勝できる経験、5連勝できる経験ができたということは、まあ、リーグ戦のまあ順位争いの上でも大きかったですけれども、クラブとしてもそういう経験ができたこと、まあ、こういう時というのはチームはこういう感じなんだとかですね、こういう時はその地域の皆さんがこういう反応してくださるんだということが非常によく分かりましたので、それはかけがえのない経験であったなと思っております。で終盤戦に向けてはですね、まあ、昨年も上位にいたんですけれども、正直ちょっと上位との勝ち点差が、まあ、結構開いていたというのもございました。今年は本当最初勝ち点4まで詰めてですね、戦いましたので、周囲の皆さんのご期待というか激励の言葉をたくさんいただきましたし、何としてもそれに応えたいなという思いもございましたし、本当に1試合1試合を見るのがですね、まあ、代表の私としても非常にこう重たいというか、もう日曜日に試合があるともう金曜の夜ぐらいからはですね、本当に、まあ、そのことが頭に離れないような毎週末をこう過ごしました。例年軽く考えているわけではないんですけれども、今年は本当により一層私個人としてもそういう思いが下シーズンにございまして、地域の皆さんにも本当にさまざまなお声がけ、期待の声もありましたし、そんな中で負けてしまうと当然やっぱり落胆の声もございましたし、でもやはり次の試合参りますので、まあ、切り替えて頑張っていこうと、まあ、そういうことの繰り返しというか、チームの毎週末
で、引きこもごも皆さんの、感情面というかそういうご反応というかそういうものを本当に強く感じさせていただいたシーズンだったと思っております。リーグ全体を見るとですね、北九州さんが昇格を、まあ、J2 復帰ですね、されました。で、まあ、うちが可能性がなくなった残り2試合目、はい、現地、小倉駅から歩いて行けるサッカー専用の素晴らしい新幹線駅と直結しているスタジアムですけれども、私も行かせていただきまして、まずやはりこういう、まあ、政令指定都市のハードも整った資金もあるチームと戦っていかないといけないと。北九州は昨年は最下位で、まあ、今年優勝、これもリーグ始まって以来なんですけれども、そういう浮き沈みというか、ちょっと間違えば本当に下に落ちますし、しっかり力を合わせていけば上に行くというリーグに本当になってきたなと思っておりまして、でその時は9000人ぐらいのやはり来場者の方がスタジアムを埋めてらっしゃいました。まあ、我々の試合が終わってですね、まあ、藤枝さんの試合待ちということで試合終了後、まあ、我々も意地を見せてその時は引き分けてですね、試合が終わった瞬間に優勝が決まるというシチュエーションではなかったんですけども、藤枝さんの試合が終わられて、うちの試合が終わって10分結構長かった。で本当に決まって、喜んでらっしゃる、北九州の、まあ、選手のチームの皆さんは当然だったんですけど、サポーターの皆さんが喜んでいる姿をこう拝見してですね、ぜひとも我々もそういう姿を2020年のシーズンで実現したいと強く感じました。まあ、チームに限らずですね、クラブ全体課題ですとか足らないものですとかたくさんございます。当然足らないものは改善していかなければいけませんけれども、いいものもたくさんあると思っております。チームの方もですね、できなかったこともございますが、できたこともございますので、まあ、ないもの探しという、ないものねだりというよりはですね、本当にいいところをしっかり、伸ばしていって、ただ勝負という意味ではやはり足らないものを補っていかないと、目指すやっぱりトップの方には向かっていきませんので、そこをしっかり、まあ、反省して、新シーズンにつなげていければなと思っております。はい、1年間誠にありがとうございました。私の方からは以上でございます。